魔界に再び降臨したガラシ。その力は絶大なものとなっていた。竹夜叉は同盟を結んだ高山右近に対して武器義高の返還を求める。魔界水軍の里見八犬士の前に姿を現した真田重勇士。ついに両軍は激突する。一方、単独行動に出ていた俵の豪太は黒魔術軍の名古屋三三郎と対決を求めるが、そこに五芒星軍の末高房が現れ、三つどもえの戦いとなる。戦いはピンチに陥った三三郎を真田大輔が救出することで決着はつかなかった。魔界少女剣は魔界水軍の奇襲を受け不戦に陥っていた。生命が援軍に向かうも戦況は不利となるが、楠木正成と日野閻魔の覚醒により魔界水軍の猛攻を食い止める。霧隠れ才三を救うために黒魔術軍本陣に接近した前田圭一と、刑事を追ってきた越安成鶴姫は黒魔術軍と交戦する。地雷や馬道も参戦し、優勢に戦いを進めるも突如現れたガラシャの子と呼ばれる戦士によって倒される。絶体絶命を救ったのは滝夜叉清明正成であった。味方の右近さえをも容赦のない冥界の進撃。お市の方は前田刑事の前に現れ、意味深な言葉を投げかける。